こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。また大雨に被災された皆さん、本当にお疲れ様です。どうぞね、無理なさないよう、お見舞い申し上げます。さあ、それではですね、今週土曜日の YouTube 関連のニュースまとめ、早速いきましょう。2020年7月第2週、7月4日から10日までに起きました YouTube 関連の気になるニュースまとめをお届けします。はい、今週のピックアップはもうこれですね。インド、 TikTok など中国アプリ使用禁止に。はい、まあ、インドと中国が、まあ、政治の面でね、衝突しているという動きを受けて、まあ、インド政府が、まあ、中国アプリ TikTok をはじめとする中国製アプリを、まあ、使用禁止にしたという流れですね。で、まあ、かつてから、まあ、中国製アプリ全般、そのセキュリティに関する、ところは、まあ、指摘を実は結構受けていて、まあ、日本でもですね、そのあたりを危惧する声は実はかつてから言われていました。でですね、昨今国安法、新しい法律が制定された、香港に関してもこんな動きがありました。TikTok、数日以内に香港市場から撤退、ロイター通信と。はい。TikTok が世界展開をするときに、そのセキュリティ面で中国では、まあ、要は使えないようにするという、まあ、実は大義名分があったんですね。ただ、今回香港が、まあ、中国の、管理下により強く置かれるようになった法案が、施行されることになって、まあ、香港からもですから撤退ということですね。ですので、まあ、実はかつてからアメリカの海軍の中ではもうすでに TikTok が禁止をされていました。で、その流れを、一連の流れを受けて、はい、ロイター通信がこちら、米国 TikTok を含む中国製アプリの禁止を検討と。まあ、選挙戦に絡んだ発言の可能性もありますけども、まあ、ファーウェイの、ような、まあ、政治的なね、対立になりかねない、まあ、大きな動きのうねりの一つかなというふうに思います。実際、Google、Facebook、Twitter の各3社も、香港に関しては、切り離しを加速と、日経デジタルが朝日デジタルが伝えています。それに呼応して、YouTube、それから Instagram、それぞれが15秒動画の、サービスをリリースもしました。まあ、ですから、一方でその、先行して、禁止をしたインドでは、TikTok の対抗をする、まあ、国産のアプリが、ユーザー数をものすごい伸ばしているという動きも報じられていました。ですから、まあ、15秒動画というね、媒体を中心にして、こうかなりこう劇的な動きがここ多分数ヶ月で、動くだろうなというところに注目です。ただまあね、ツイッターの頃も、やっぱりその SNS が出始めた頃、いろんなね、軍用割拠があったんですけど、まあツイッターの強いところって揺らがなかったんですよね。ですからまあ TikTok が今後、まあどこまで底力を見せるかというところ、切り口で僕はちょっと注目していきたいかなと思います。多分ね、YouTube とか、その、リールズ、インスタのリールズとかもそれなりに多分伸びるはずなんですけど、まあどうなっていくんだろうなっていうところは注目しながら、はい、このニュースまとめでもお伝えしていきたいと思います。動画制作ビジネス関連、1から2、3時公式 YouTube チャンネルで有料メンバーシップを開設、ゲーム、ソーシャルゲームインフォと。いやー、これそうなんですよね。もう36万人がすでに登録されてる実はチャンネルなので、まあ月額1000円で 1% が、わずか 1% が加入したとしても、まあ月間300万円の売り上げですから、いやー、やっぱりね、数字持ってるとか強いですよね。もう何でもできますよね。YouTube がミッドロール広告の利用条件を緩和、ゆうちらより。
はい、今までは10分以上のね、広告動画にそういった広告が差し込まれていたんですが、それが8分に緩和されたということですので、まあ、そういった動画をね作ってる人たちには朗報かなと思います。総合エンターテインメント会社が YouTube 公式チャンネルを開設と、時事 .com、 これはいわゆるそのテレビの番組制作会社が YouTube チャンネルを作ったっていう、だからなんかね定点カメラを事務所内に置いてそれを中継するみたいな感じでした。まあでもそうですよね、制作会社が公式にこういうチャンネル作るってありですよね。離れていてもみんなで歌える 3D アバターカラオケ配信アプリトピアの新機能、テッククランチジャパンと。そうだから今後ライブ配信ね、このニュースまとめでもお伝えしてますが、なんかに特化したライブ配信が今後なんか伸びそうな気はしますね。地上波で YouTube チャンネルの CM 放送なりくり。はい、有名タレントさんが自分自身の YouTube チャンネルを地上波でテレビ CM したそうなんですよね。でもそうですよね、考えれば TikTok もブレイクした時にやっぱり YouTube にもうガンガン CM 打ってたんですよね。ですからユーザー層が被るのであれば別媒体にどんどん CM 出すってもう全然ありですよね。YouTuber 炎上関連、ホロライブ無許可配信問題とは、ニコニコ大百科。はい、任天堂がね実は許可してる、ゲーム実況で許可してるのは基本個人だけなんですよ。ですから法人として何かゲームチャンネルを作るときには実は注意が必要ですっていうニコニコ大百科の記事です。高校生 YouTuber が人気、不適切動画バカった炎上との違いは何かと。はい、メルモより。いやーだからこの間ね、神という名の素人さんの話題をお伝えしましたけども、いやー本当今高校生 YouTuber さんって人気でね、すごいですよね。まだまだドリームがね、 YouTuber ありますね。田中みな実が YouTube 進出に言及、一定額を毎月保証されてもやらないライブドアニュース。そうですよね、芸能人の方って多分あのプロの方が手掛けていろいろやられると思うので、なんか田中さんのね事務所の場合は一定額、まあ、本当に一定額で仕事としてやるって感じなんでしょうね。ちょっとなんか裏事情が知れて興味深いですね。キズナアイが独立、新会社を設立した理由、フォーブスジャパン。そう、これ世界的に有名なビジネス誌のフォーブスが取り上げてるっていうのがね、時代を感じますよね。バズのメル TV がチャンネル休止を発表、ユーチュラよりと。いやー大手のね YouTuber 事務所で、かつ人気 YouTuber も出ていて、そうでユーチュラであのグラフを見てみたら、やっぱり1年近くね登録者数が増えてないというか無風状態だったんですよね。いやーなかなか本当厳しい時代になってきましたね。ですから一方でこんな景気のいい話題も、登録者数87万人、キッズ&ファミリー向けの YouTube 動画チャンネル、サンサンキッズ TVアクアのプレスリリース。いやーこれね見るとすごいですよ。本当にもう某ベネッセのあのアニメのような、本当にもうプロと作り込んだアニメ番組になってますね。いやそりゃ増えますよね。うん。水溜りボンドがサンマ御殿で存在感、 その人気ぶりにサンマも、アカシアサンマ YouTube も変装しないといけない時代かと、リアルサウンドテックよりと。そう、水溜りボンドさんね結構番組でも好評だったみたいですよ。さすがですね。それからあと鈴木治さんが YouTube 制作についての、コメントをしているコラムもありましたので、そちらも、ノートの方のリンクで見てみてください。もう続けてねゲーム実況関連いっちゃいましょう。まず今年はニコニコネット超会議2回だそうで、8月にまた開催するそうです。ネット配信ですけどね、楽しみですね。それからこちら、有名ストリーマーの忍者は今度から YouTube で配信を行うと、JDN より。はい。ただ、決定ではこれないっぽいですね。ただもう YouTube で配信したらもう250万人だったかな？うん。もうなんか、視聴がすごかったらしいですね。やっぱりすごいですね。フォートナイトのプロゲーム実況者、ネフライトはなぜ人気？リアルサウンドより。はい。まあ、ネフライトさんね、ほんと人気ですよね。やっぱり実力がある人は本当ヒカキンさんとかコラボすると一気にブレイクしますよね。
はい、で今週はデータ統計関連は特にありませんでした。それから新規チャンネル開設はそれなりに数あって、傾向としてはなんか企業のチャンネルとか、あと花のケージ、要は漫画ですね、の公式チャンネルとか、そういうなんかビジネスや、企画キャラクターの、新規関節が増えてた印象ですね。あ、そうそう、あとビビる大木さんね、解説されたんですね。はい、まああと気になったニュースとしては、フォートナイトにソニーもねついに出資ということですね。まあ 5% だったかな、そんなにパーセントは多くないんですけども、いやーソニーも出資したんですね、すごいですね。PS5 との親和性もだから気になりますね。はい、というわけで今週もいろいろと動きがありました YouTube 界隈でした。いや話は変わりますが、そう今週ねぎっくり腰をしちゃって、金曜日、毎週土曜日の動画をねちょっとすいません、フォートナイトの方の動画はねすいませんお休みしちゃいました、ごめんなさい。いやまあ、テレビ収録の際のね掃除でもうグキってやっちゃってですね、ほんと申し訳ない。まあただこのラジオはねさすがに溜めちゃうと、特にニュース関連はねずるずる引っ張っちゃうと思ったので、まあここそこまで手間かかんないので、ね、まあ無理して頑張ってるわけではないので皆さんねあんまり心配されないでください。はい、まあ多分週末ゆっくり休みは治ると思いますので、来週からも頑張っていきます。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。来週1週間が皆さんにとって良い1週間になりますように。そして来週もみんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。